フェルディナント・オリビエは、ドイツの画家である。1817年になって、セールカ兄弟団に加入した。デッサウで生まれた。父親のフェルディナント・オリビエは、スイス、某州の出身で、デッサウの改革派の学校フィランソロピニムの教授であり、母親のルイーゼ・ニート・ハルトは、オペラ歌手であった。弟に画家となったフリードリヒとハインリヒがいる。 父親が教えていた学校で教えていた画家のコルベやハルデンバンクから美術教育を受けた。1802年から1803年の間はベルリンで基本画の技術を学び、この頃画家になる決意をして1804年に弟のハインリヒト・ドレスデンに移り1806年まで滞在し、17世紀の風景画家、クロード・ロランやヤーコップ・ファンド・イスダールの作品を模写して修行した。 ドレスデンの画家メヒハウヤカーツに学んだ。当時のドレスデンにはドイツのロマン主義絵画を代表するフィリップ・オット・オルンゲやカスパー・ダービト・フリードリヒが活動していた。政治家のアウグスト・フォン・ローデに雇われ、1807年から外交施設団に加わり、パリで働き1810年までパリに滞在した。1811年にウィーンに移り、ウィーンでは ナザレ派の画家と交流していたヨーゼフ・アントン・コッホと知り合い、コッホの新しい風景画のスタイルに影響を受けた。1812年に3人の子供を持つ未亡人と結婚した。1816年にウィーンでセールカ兄弟団に加入したがローマを訪れたことはなかった。ナザレ派の画家、フィリップ・ハイトと一緒に旅した。1830年にミュンヘンに移り、 ベータホフォンコルネリウスの推薦でミュンヘン美術院の事務長になった。1833年に教授に任じられた。ありがとうございます。